こんにちは、ゆかです。今週新しい AirPods 4が出たり、AirPods Pro 2にもソフトウェアアップデートがあったり、AirPods Max にもすんごいちょっとだけアップデートがあったので、今この瞬間 AirPods の中からどれかを選びたかったらどうやって選べばいいのかというのをちょっと整理したいと思います。 まず一番簡単なのは AirPods Max ですね。今回新色が出て充電が USB-C になりました。以上です。<laughs> H1 チップのままだから適用型オーディオなどの機能が使えないし、電源オンオフできないし、バック型ケースです。AirPods Max、私はとても好きだけど、無印 AirPods にチップを抜かされてしまっている今、どうしても欲しいなら止めないですけどもちろん。 ファッションアイテムとして以外はちょっとおすすめしにくいかなというのが正直なところです。でもノイズキャンセルはすごくいいし、高級ファッションアイテムとしてはすごくいいんじゃないでしょうか。AirPods Max はそもそもオーバーヘッドだし、価格帯も結構違うので、ちょっと別のカテゴリーなのかなと思うので、こっちの AirPods にするか、AirPods Max にするか迷う人は少ないのかなと思うので、ちょっと一旦別のカテゴリーとして置いておいて、 本名は AirPods Pro と AirPods 4の2種類の比較です。AirPods 4はアクティブノイズキャンセリングがあるモデルとないモデルの2種類があって、この2つにはアクティブノイズキャンセリング以外にも細かい違いがいろいろとあります。まずは共通の部分について話すと、ケースが結構小さくなっていて、ちょっと正方形に近いような形になりました。こちらが AirPods 3と、こっちが3ですね。こっちが AirPods 4です。 結構なんか横幅が小さくなった感じですね。あとケースの中も開いてみるとすごいキュッとなって無駄が少なくなったような感じかなと思います。あとケースの話で言うと AirPods 3と AirPods 2にも付いてるんですけどこの後ろにボタンが前はあったんですけど今回からどちらのモデルもボタンがなくなりました。でライトも 前は何もついてない時でもこの点が見えている状態だったんですけど今はなんか隠れているというか開けたら見えるみたいな感じになっていますでボタンがなくなった分ペアリングはどうするかというとライトの部分をポンポンとタップすると今ペアリングモードに入りましたで3回タップするとリセットになりますこれがいいのはですねボタンじゃないから こういう私いつも AirPods Pro2 こういうケースとかに入れてるじゃないですかケースに入れてる時にボタンを押す押したいってなったらこれ全部一回取んなきゃいけないんですよねで取るのになんかちょっと若干硬かったりとかいろいろするのでトントンでできるのは意外に便利かもしれません エアポッツ自体の形も少し変わっていて、なるべくたくさんの人にフィットするように耳の形をスキャンしたデータをいっぱい使いましたと言っていました。ここはでも、好みとフィットの問題もあって、好みで言うと、エアポッツプロの密閉感が苦手っていう方もいるし、エアポッツだとエアポッツプロみたいにチップのシリコン部分のサイズを調整できないので、その点でももうこの状態で合うか合わないか、どっちですかっていう、 ところになってしまいます。私は今回の AirPods 4は結構合っていて、頭を振ったりしても落ちませんでしたが、ちょっと頭を動かしただけで落ちちゃう人もいるのも事実です。AirPods 3に比べて、ちょっと耳に入る部分が小さくなっていて、首のところも若干アングルが、なんか入りの部分みたいなところのアングルが若干変わりました。全体的になんかスッキリしたような印象ですね。 この頭の部分の形が変わったことによって、私自身のフィット感も、3は結構入り方が若干浅い感じがして、多分ちょっと大きいのかなっていう感じなんですけど、4の方がぐいっと中にしっかり入っている感じなので安心感がありました。じゃあちょっと次に、エアポッツ4同士の話です。こっちがアクティブキャンセルなしで、こっちがアクティブキャンセルありの方なんですけど、充電器がね、実はちょっと違います。 この裏を見ていただけると若干違うところもあるというのがわかると思うんですけど、アクティブノイズキャンセルありの方は探す機能のためのスピーカーがここについています。あと、ない方は USB-C 充電だけなんですけど、ある方は USB-C 充電に加えて Apple Watch の充電器と地規格の充電器に対応していますでマグセーフは地的な感じだったら使えるんですけど実際のマグセーフ規格には対応していないのでマグセーフのマグネットにしっかりくっついてくれません角度があるようなものだとできないんですけど置いてある状態だとマグセーフの充電器でも充電できます で、AirPods はオープンイヤー型といって完全に耳が密閉されずに浅く入っているような感じで AirPods Pro はカナル型といってより耳の奥に入ってシリコンの部分を使って結構密閉されます AirPods 4はオープンイヤーなのにアクティブノイズキャンセリングを入れてきたのが結構すごくてしかもかなり性能がいいんですよ AirPods 4は AirPods Pro 2と同じ H2 チップが入っていて、そのおかげで音質も良くなっているし、Siri に返事するのに、はい、いいえで、うなずきと首を振ることでインタラクションできるようになっています。アクティブノイズキャンセリング、ありの方だと、さらに適用型オーディオと外部音取り込みモードも使えます。外部音取り込みモードは、環境の音がそのまま綺麗に聞こえるように。 なるものですこれがないとちょっと反耳栓みたいな感じになって自分が喋っているとちょっとこもるというか響いて聞こえてしまいます外部音取り込みモードを使うとそのこもってる感じがなくなるからノイキャンを使っていない時でもノイキャンなしのモデルよりも快適に聞こえます 適用型は環境のうるささに適応してくれて、会話検知という機能は自分が喋り始めたり喋り終わったりするとノイキャンと外部音取り込みを行き来しているモードです。いちいちなんか自分でノイキャンオンオフを切り替えなくていいので結構便利です。AirPods 4の2つのモデルはアクティブノイズキャンセリングがなしが2800円。 ありが29,800円で、8,000円の差なんですよねで。アクティブノイズキャンセルだけじゃなくて、外部音取り込みとか、ワイヤレス充電とか、ケースのスピーカーがあるから、8,000円の価値は私はあると思います。アクティブノイズキャンセリングはどうしてもオープンイヤー型で、隙間が若干あるので、AirPods Pro 2ほどではないですけど、かなりレベルが高いと思います。 AirPods Pro 2は前にもレビューしたんですが、今回なんとソフトウェアアップデートでヒアリング補助機能が使えるようになりました。これを使うにはまずヒアリングチェック機能で聴覚テストをやるんですけど、なんか健康診断とかで、あの、ピーピーって音がして、音聞こえたらボタンを押してくださいみたいな。 やったことある方多いと思うんですけどそんな感じでエアポーツをして音が聞こえたらタップしてくださいっていうのをやってでそれをまあ多分全部で数分ぐらいでできるんですけどそれを元に軽度度かららら中程度の難聴がが認められたらヒアリング補助機能が使えるようになりますで結構細かく設定で左右のバランスとか個別の聞こえにくい周波数の調整とかができるのでかなり多くの方に役立つんじゃないかなと思います。 AirPods 4にはない機能としては、そのヒアリング補助機能と、ケースがマグセーフ対応していて、U1 チップが入っているから探すがより正確なこと、あとコントロール部分にタッチセンサーがあるので、スワイプに対応していること、音量の上げ下げがスワイプでできます。イヤーチップでサイズの調整がしやすくて、密閉性があるので、アクティブノイズキャンセリングがより強力です。あと割とマイナーなんですけど、ストラップもつけるところがあります。 AirPods Pro2 はアクティブノイズキャンセルありの AirPods4 よりもプラス1万円なのでそのお値段と得られるメリットを天秤にかけて判断されるのがいいのではないかと思います。ということで今回は2024年の AirPods ラインナップを見てきました皆さんはどの AirPods 持ってますかもしくは検討中ですか他に何か質問などあれば是非コメントで教えてくださいねそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ